サボテン、サボテン、いつか言ってたあれ。あ、ほら。あ、やっぱサボテンあるからあったかいな。植物園で女性2人が撮影したと思われる映像。この映像は我々制作委員会に差出人不明で投稿されてきたものである。そしてこの映像の中に不可解な存在が記録されているというのだが、ねえねえ、結婚しても全然さ、肌ツヤ変わんないんだけど。え、本当？やだ、そういうアキちゃんだって結構大変、仕事が。コーヒー豆、コーヒー豆、コーヒー豆売ってるよ。売ってるんだ。あれコーヒー豆じゃない、あ、違うな、ね、もううちの旦那ね、うん、全然ごめん、仕事ばっかりで構ってくんなくて。まあね、今働き盛りでしょ。そうだよね、子供もさ、うん、欲しい欲しいって言う割にね、うん、全然。写す？あ、写す写す、うん、はいよ。えー、あきちゃん、はい。あー、なんかこうやってやってると、うん、昔の踊ったみたいな気分になるな。昔？うん。サボテンがないよ。サボテン好きだね。サボテン好きだよ。枯らしちゃったけど。枯らしちゃったけどね。ああ、でも確かに確かに立派な気がする。うん。あ、これ面白いよ。ほら、あ、何これ、なんか変わってるよね。変わってる。お分かりいただけたことと思う。植物を展示する台の下に小さな赤い顔の女の子が座り、こちらを覗いている。撮影者がそれに気づいている様子はない。うん。あ、これ面白いよ。ほら、あ、何これ、なんか変わってるよね。変わってる。これはこの植物園に関係のある少女なのだろうか、それとも撮影者たちに何か因縁のある少女なのだろうか。撮影者たちが今も無事であることを祈ろう。